ハイナオジャパンニュースアップデート。アロハ、ハイナオジャパンニュースアップデートへようこそ。松本裕太です。ハイナオジャパンはハワイのローカルテレビ局、ハワイニュースナウの日本語オフィシャルコンテンツ。毎週日本の水曜日と土曜日にハワイの最新ニュースをお届けしています。それでは1月24日のニュースです。1月22日、7年ぶりにエディ・アイカウビッグウェーブ・インビテーショナルが開催されました。この世界最高峰のサーフィンコンテストを見るために、オアフ島ノースショアワイメアベイには約5万人もの観客が押し寄せました。大会開催を聞きつけ、アメリカ本土から訪れた人もいたそうです。大会当日は予想通りノースショアは大渋滞。渋滞を避けるため数百人の人が自転車で会場に向かったり、前日から車中泊をして朝4時に会場に入るなどしました。高波に挑んだ40人のエリートサーファーたちの果敢な姿に会場は大変盛り上がりました。優勝者はホノルルでライフガードを務めるルーク・シェパードソンさん。ルークさんは優勝が決まり、自分がずっと尊敬していたレジェンドたちと競技ができて、しかも自分がトップになったなんて信じられないと語りました。ルークさんは大会優勝後、ビーチを訪れた人々が安全に帰れるよう確かめなくてはと、そのままライフガードの仕事に戻ったそうです。まさにこの大会の優勝者にふさわしい海のヒーローですね。大変盛り上がったエディ・アイカウビッグウェーブ・インビテーショナル。大会会場ではヒヤッとする事故も起きました。15メートルを超える高波が観測されたこの日、海岸で大会を見ていた観客のところまで波が押し寄せ、人々をなぎ倒しました。大会中ライフガードは少なくとも波に飲まれた64人の観客を救助し、岸に近寄りすぎた人に対し1万回以上警告を出したそうです。ライフガードの活躍で幸い怪我人などは発生しませんでした。この大変貴重な大会を間近で見たいという気持ちもわかりますが、自然は大変恐ろしいということをしっかりと肝に銘じないといけませんね。新しいデータによると、生活費の高騰を理由にハワイを去るネイティブハワイアンが増えているそうです。ホノルルでの一戸建て住宅価格中央値は100万ドルを超えており、ハワイ州の住民は収入の 40% 以上を家賃に費やしているそうです。このような物価高のため移住を余儀なくされるネイティブハワイアン、どこに移住しているのでしょうか。アメリカ国勢調査局によると、彼らの多くはラスベガスに移住しているそうです。ハワイの人々が9番目の島と呼ぶほど大好きなラスベガス。住宅価格はハワイの4分の1だそうです。また最近の調査によると、ハワイに住むネイティブハワイアンの人口は約31万人。これに対しアメリカ本土に住む人口は約37万人だそうです。今週月曜日に行われた州議会の初演説で、ジョシュ・グリーン州知事は今後1年間、低価格の住宅の拡充と高騰している生活費の低減に重点を置くと話しました。果たして州知事の施策が功を奏し、ネイティブハワイアンが先祖代々の土地から離れずに住むようになるのでしょうか。最後は先週、マウナケア山頂にある望遠鏡が収めた映像です。渦を巻きながら移動するこの不思議な物体、まさか UFO？ 実はこちら、同日に打ち上げられた衛星だそうです。何も知らずに見たらびっくりしてしまいますよね。この衛星の映像もすごいですが、個人的にはまず無数の星と当たり前のように見える流れ星にも感動しました。ハワイには素晴らしい星空を見られるスポットが数多くあります。皆さんも次回ハワイにお越しの際は、満天の星空をぜひご覧くださいね。以上、1月24日、ハイナオジャパンニュースアップデート、松本裕太がお届けしました。ハイナオジャパンニュースアップデートをご覧いただきありがとうございます。次のビデオ視聴とチャンネル登録もお忘れなく。それでは次のビデオでお会いしましょう。アロハ。